からでない。私はこの誠意を継がねばならぬ。この石は百人の人質の命、そしてなんと六星剣の乱れを防ぐことができなかった。私の痛み、まねばならぬ。愛ゆえに悲しまねばならぬ。みなしごだった。なんと法王権の先代伝承者、王外に広がる。この中見た大前、俺を実の子のように育てた。そして俺が十五になった時、俺は伝承者の試練として目を塞いで敵と戦った。俺が戦い倒した敵とは我が子王外。俺はその時から愛を捨てた。帝王に愛などいらぬ。遊びはこれまでだ。
死にだけではない。お前にぬくもりを覚えているはずだ。北斗神拳伝承者、俺が叶う相手ではなかった。Yeah.